はい、皆さんおはようございます。テラテラです。ウィーク15ですね。ダブルタップスとのコラボ来てますけれども、皆さん何狙いますかね。で、今週は事前抽選でしたけれども、私一応事前抽選通りまして、通ったんですけれども、かなり後の方なんですよね。だからちょっとオンラインでちょっとゲットできないと、ちょっと人気な商品は買えないかなっていう順番なので、この後、オンライン、ちょっと頑張っていきたいなと思うんですけれども、で、何を狙うかっていうところになったときに、まあ、一番最初パッと見たときはこの B2 がいいなと思ったんですけども、まあ特に赤と、まあ色はどれでもいいな。黒もいいし、青もいいし、赤もいいし。まあ黒持ってるから、まあでも一番使いやすそうなのはこの黒ですよね。まあこの黒を狙うか、もしくは、まあ、クルーネックですよね。これが多分、今週は一番人気だと思うんですけれども、まあ、結構このあたりはね、みんな狙っていくと思うんですよね。まあ、赤もいいし、ね、まあ、両方、オリーブも黒も、どれもいいですけどもね。俺狙うんだったら、そうだな。まあちょっとこれは後で考えるとして、バースティージャケットとかはまあ、まあ極小でしょうね、このあたりは。この、ファーのフードジャケットも多分少ないでしょうし、数。まあ開いたらないっていうような状態かなと思うんですよね。で、このベストなんかも同じく数少ないのかなっていうふうに思いますけれども、あとはホッケージャージか。これなんか、順平くんとか狙いそうですよね。順平くんが好きそうなやつで。まあちょっと俺は、まあいいですけどね。黒とかいいな。はい。かなと思うんですけれども、まあやっぱりこの中 T シャツとかもあるけども、やっぱり狙うんだったらこれかなって今は思ってます。はい。で、他レギュラーアイテムの中でいくと、まあちょっとこのあたり気になってるかなっていう感じですね。まあでもサーマルはまあ俺みんな結構今回人気なんでしょうけど、これはあんまりちょっとこういうのは着ないかなと思うんで、まあまあこれはもし店舗であれば買いたいかなっていう感じですよね。まあお香立てとか、そうこのお香はねちょっとまあ値段も安いんで店舗残ってれば買ってこようかなと思ってますね。で、話長くなっちゃうんですけど、長くなるとあれなんですけど、このクルーネックですよね。クルーネックをじゃあ手動税がどうやって買うかってなった時に、まあ数は多分それなりにあると思うんですよ。あると思うんだけれども、やっぱりオリーブはちょっと手動じゃ厳しいかなと思うのと、まあ黒も人気なのかなと思うと、じゃあまあ、一番この中で買えるって言ったら赤になるのかなと思うんですけど、赤は赤でね、多分ね、この3つの3色の中で多分赤が一番数少ないと思うんですよね。だからまあどれ狙っても一緒と思うんですけど、まあ俺黒よりはちょっと赤の方がいいかなと思うんで、赤これをねちょっと狙っていきたいなっていうふうに思います。まあ結構ね他の、はい、間もなく11時ですね。はい、ドキドキしますね。はい、上げていこう。はい、上げていきますよ。これはねもう来週のボックスロゴの前哨戦だと思ってるんで、はい、頑張っていきますよ。はい、もう更新していきます。来ないな。もう来たらすぐに行きます。はいはい、来た。はいはい、カートに入れる。はい、カートに入れ。あ、重たいね、やっぱり。よし、入った。 OKOKOK、 順調。
ちょっと、please wait, please wait. ちょっと遅かったな、今の。ちょっと今の入力遅かったな。変えるかな。Please wait. Please wait. Please wait. お願いします。お願いします。Please wait. ちょっと長いな。ちょっと長いね。いけんじゃないか、これ。いけんのかな。いや、どうだろう、わかんない。いけてくれ、いけてくれ、頼む、頼む、頼む。いけてくれ、いけてくれ。お願い、お願い、お願い。お、変えた。よし。よっしゃー、変えたー。変えました、変えました。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。どうなってんのこれ。違う。あ、黒残ってる。え？ん？黒残ってる。あ、アーカソルド。あ、L。あ、リストちょっとしてるんだな。っていうことで変えました。声とよっぽ、はい、変えました。はい、ということでね、この後店舗の方も行ってきたいなと思います。はい、ということでね、店舗の方行ってきました。まあ、行ってきましたというよりも、もうすでに日曜日の夕方なんですけれども、実はこれ撮ってるのは、はい、まあ、ちょっといろいろあったですね、今こんな時間に撮ることになってます。はい、で、一応ですね、土曜日の、店舗につきましては、私実は最終組の方で入ったんですけれども、ですね、まあ、ほとんど何も残っておりませんでした。はい、で、ちょっと意外だったのがクルーネックの黒ですね。これの M と、L が、残っておりました。はい、私赤色がオンラインで買えてるので、購入はしなかったんですけれども、で、私が何を買ったかと言いますと、こちらでございます。はい、お香ですね。ちょっとお香立てはさすがに残ってたのかな。俺ちょっと見てなかったんで注目してなかったんですけど、お香だけ買ってきました。はい、ちょっとつまら、ちょっと動画にもできないかもしれないんですけども、まあ、記念にこれだけ買ってきました。はい、まさかね、オンラインで買えると思ってなかったんで、よかったです。はい、それとですね、日曜日の AF1 にも並んできました。はい、私は8時半ぐらいに行って、大阪でだいたい600人ぐらい、の番号をもらいました。はい、で、入店できたのがですね、11時半頃だったと思うんですけれども、ちょっと計算すると342番目に呼ばれました。はい、で、若干の差はあると思うんですけども、だいたい300、ちょっと抜け番とかもあったんでね、だいたい300とかそれぐらいになるのかなとは思うんですけど、まあ342番目に、数字上は呼ばれました。はい、で、変えたかについてなんですけれども、はい、変えました。はい、27センチですね、無事購入することができました。私入った時にはですね、26が1足だけ残ってたんですけれども、ちょっと糊が、なんか工場での糊がついてるとかで、まあ1足だけなんか残ってたのかなっていう感じなんですけども、27からですね、27から 28.5 まで、一応買える状況でしたので、私まあ27センチの方を買ってきました。はい、こんな感じです。はい。またね、再販はされると思うんですけれども、いつまで再販されるのかっていうのはちょっとわからないんで、まあ今変えてよかったと思います。っていうことでね、今週はね、いろいろちょっとバタバタする週だったんですけれども、クルーネックとですね、AF1 のウィードがゲットできたということで、大満足の週になりました。それでは皆さん、さよなら。はい、ということでね、終わろうと思ったんですけれども、今日月曜日で、商品の方が届いてましたよ、帰ってきましたら。ですんで、それのレビューもしていきたいと思います。はい、
商品はこちらになります。かっこいいですね。でこれがタグですね。メイドインカナダですね。でダブルタップス、はい、M サイズですね。ここにコットン100ですね。はい、じゃあ早速着ていきます。はい、着てみました。どうですかね。はい、誰かな。はい、こんな感じです。あ、いいっすね、うん、赤も可愛いですね、これね。はい、という感じで来週またお会いしましょう。さようなら。